こんにちは、旬ダイアリーメンバーのすずです。シオンです。イレヤマです。 MC のオクラです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日は24卒結果報告座談会ということで、もう早速入っていきたいんですけど、まずはみんなの就活状況、結局どうなったのっていうところを聞いていきたいなと思います。はい、はいはい、終わりました。僕も終わりました。まだ続けてます。じゃあ伊奈くんから。就活は3年生の4月に始めて、夏休みめっちゃ就活して、で夏休み終わってから就活だらけて、で最終的に行きたい企業に内定をもらったのが4年の4月の頭ですね。そこで終了です。お、1社目の内定は、1社目の内定は11月のどっかとか、ここからは自分の行きたいところをより見つけられる、はい、ありがとうございます。じゃあシオン君。僕は就活本格的に始めたのが、まあ、去年の9月に始めて、正直あんまりちゃんとはできてなかったんですよね。夏も冬も本格的に始めようってなったのは3月ぐらいですね。だから結構一般的かなと思うんですけど、はい、初めて泣いていただいたのが5月だから先月ぐらいですかね、はい、になります。僕も志望の内定先が決まりまして、就活は終わったというような形になります。長かったですね。長かったね。シオンズの内定ゼロの肩書きが、そう、離れば剥がれちゃったね。じゃあおすず。私は本格的に始めたのは3月の終わり、まあ、4月の頭ぐらいに本格的に始めて、でそこで2社エントリーして1社選考続いてたんですけど、5月の終わりぐらい2社進んでたうちの1個が最終あったけど落ちちゃって、でもう1個今選考まだ続いてるっていう感じですね。なのでまだ内定はゼロです。自信満々に内定ゼロです。自信満々に言うことじゃないですけどゼロです。まあじゃあ伊奈君から、はい、かどういうところをもともと志望してて、はい、どういうところに決まったみたいな業界系教えてほしい、はい、最初はめっちゃ有名なキラキラ企業に入りたくてサマーインターンそういうとこ出してて、サマーインターン終わってメガベンチャーに目覚めて、で内定もらって内定ブルーになって、で最終的に今行きたいとこに至るみたいな、それがベンチャーのコンサルなんですけど、初めからはちょっと変わったけど、そうですね、もうなんか紆余曲折あったなって感じですね。何を通してそこに行きたいってなったの、最終的に。最終的に将来やりたいことと、まあ、こうなりたいなっていうのを叶えるのに1個しかなかったんです。本選考1個しか受けてないんで。なるほど、はい、そうだったんだ。そうなんですよ。そう、こうなりたいのは具体的に何？こうなりたいのは、まあ恥ずかしいんですけど、なんかベンチャーの CXO とかになりたいんですよね。ここからもう一個の選択肢があって、こっちよりこっちの方がいいなみたいな。なるほどね。はい、しおくんは？僕は最終的には、いわゆる大手と呼ばれるようなウェブ広告の代理店さんに内定が決まりましたね。最初は本当に広告代理店を受けて、その中でやっていくと、大学の研究とかでデータ分析してるっていうところもあって、まあ、そういう系の企業を受けてみようっていうふうになって、受けていった結果、そういうところから一社内定いただきながら、データ分析っていうとコンサルとかもあるのでコンサル業界も少し受けつつ、最初総合広告だったんだけどデジタル広告とかもそういうデータを使うっていう、マーケティングとかね使うっていう話だと思うので、最終的にはその方向で内定を決めさせていただいたというような形になりますね。じゃあ伊奈くんはなりたいぞとかだけど、はい、シオンくんはどちらかというとスキルベースというかこういう能力つけたいからみたいな。そうですね、やりたいこととやれることが僕は一致してたので、だからまあそこベースで結構見てきたみたいな。じゃあおすずはどういうとこ見てて、今はどういうとこ見てる？自分のビジョンを達成できるところに行きたくって。なるほどね。ビジョンっていうのが人の孤独を、まあ、エンタメで解消したいっていうのがあるのね。だからそれをできるような会社、例えばメディアやってたりとかウェブサービスやってたりとか、はいはいはい、あとアプリやってる会社を見てます、うん、ありがとうございます。そんな風にさ、はい、思えるもんなの、そういうビジョンをさ自分の中で持ってて、うん、はい、すごくない？就活で強制的に考えさせられて、ああこれがなりたいんだなっていう仮説があるから、まあ、果たして本当にこれかどうかをやってみないと分からない。あー、なるほどね、はい、じゃあもう2人はそう内定決めたわけじゃん、ここに行くっていうのを、はい、その時こう迷いとか本当にここでいいのかなとか妥協とか、え、本当失礼なんだけどあえてそういうのはなかったのかなっていうのが気になる、はい、僕はもうここしか受けてないんでここで良かったんですけど、ベンチャーなんでネームバリューがないから今までネームバリューに支えられてきた人生なんですよ。一橋大学、一橋偏差値高い高校行って天下の一橋大学に行ってここ入ったのがすごいってなるんですけど、肩書きでね、そう、それがなくなることがいいことでもありつつ、やっぱちょっと寂しいな。稲山和樹ブランドになるっていう、そう、稲山和樹ブランドを、ね、作る、中身磨いてこう、そう、中身磨いてこう。しおんくんどうですか？そうですね、僕は結構迷いました。本当にどちらの企業さんもいい、めちゃめちゃいい企業さんだったし、うん、2社あった？2社ありました、うん、まあ大きさだけじゃなくてやっぱりやってることとか、あとは自分自身の中でキャリアプランを見た時に、あ、こっちの方が将来やりたいことにつながるなっていう風に考えて、うん、悩んで悩んで決めたって感じになるので、ーデータ業界、まあ、割とちっちゃい業界ではあるんですけど中ですごい迷ったっていうのがありましたね。まあしかもそれが正解だったかって入ってみないと分かんないからね。いや、本当そうなんですよね。ここでどんだけ迷って
いいと思ってても分かんないし、早く働きたいんですよね、この謎のモラトリアムみたいな。そうね、確かにね、逆だね、普通みんな働きたくないって言うから、はい、さすが天からの雛山ですからね。はい、じゃあすごい流されちゃった。まあ内定をもらってないと思うんだけど、うん、まあ一社っていうとこだったじゃん。それが、うん、もしも可能性の話としてもしダメだったらどう考えてるのかなっていう、そうね、いやそのさっき一社って言ったんだけど、今、まあ、2,3 社ぐらい追加でエントリー出してて、そう、そこも進めてるっていう感じなんだけど、そこ落ちてももちろんショックだよ、うん、もちろんショックだけど、どんな選択しても絶対自分で正解にしていくって思ってるから、ショックだけど、まあじゃあ次の道探そうって言っていろいろやっていくかな。カズさんみたいなのってめっちゃ少ないですよね、企業数が4とか。そうだね、はい、いや少ないと思う、めっちゃ少ないと思う。普通みんな 2,30 ぐらい出してから絞り込みみたいな感じなんで。 ね、それはどこかしらに就職っていうのは変わらない。そのよくコメントとかで言われるのは、うん、まあ、別に私も思うけど最終ここあるわけじゃんけど、その中で行きたいところが見つけ次第どんどんエントリーとかをして続けていくっていう気持ちに。そうだね、そう、就活をやっていくのを通して、うん、自分のやりたいこととか みんな見つかってる感じあるし、うん、もその途中っていうのはあるべき姿だなって思うけど、うん、ちょっと聞きたかったのが、割と志望度高いところに落ちちゃった時のなんか乗り越え方とか、どんな感じで乗り越えてきたのかなって。私はですね、やっぱお酒を飲むとか友達に言うとかですね、本当それが一番。落ちたことあるの、志望度高い。でもめっちゃ落ちてますよ。なんか序盤でもうなんかここに行きたいってなって、うん、エントリーシートで落とされたりとかめっちゃあるんで、俺落とすなんていつか後悔しろとか思いながら、まあ、酒飲んでみんなに愚痴言って、うん、なんか一番いいんです。一番いいんだ。一番いいと思います、これが。悩みを言語化することがね、それ一番いいんですよ。確かに6月の初めぐらいに志望高いところはあったんですけど、うん、まあ落ちちゃって、いっぱいその会社に対して対策してきたから悔しいなっていうのはあったんですけど、うんうん、ただまあここでくよくよしてもしゃあないなと思って、まあ一日寝て忘れて、はい、寝て寝るらしいです。寝るね、解決する、寝る翌日から、はい、1ヶ月後とかにフラッシュバックして最悪な気がする。乗り越えてない。乗り越えてない、まあ、乗り越えないやり方もあるかなと思います。確かにね、人それぞれで、まあ、おすずはね、あの動画を見てもらったらいいかな。もうリアルタイムで心境あるから、私も行きたかったところ落ちて、その落ちた時のね動画があるから、あるからそれ見てください、うん、見てもらおう。この就活終わったか終わってないかみんなまあ分からない時期じゃないですか、うん、友達と就活の話しづらくないですか。結構気になりません、周りの内定先とか。分かんないですけど、内定先、ああまあ気になるかも、確かに気になる。友達のは気になる、なんかどういう業界行くのかとか、うん、気になる、結構気になるし、もし同じ業界だと嬉しいかったりする。ああ確かに、うんうんうん、だからなんか割と話したりするけど、ああすごいなって思うことは多いかなって最近は思いますね。なんかすごいすごくないとかないと思うけど、でもなんかさっきなんかネームバリューとかの話をしてたけど、やっぱりそれ気にします。落ち込む、まあ、俺はネームバリュー中ですからね、うん、そうでこれに落ち込んでる自分に落ち込みますから、ね、あーやべ、ネームバリュー気にしてるみたいな、ちっちゃいって思いながら。話すの周りと。いや話します、まあまあ、仲いい友達は。企業名とかも言うんだ。逆に聞いちゃいます、なんか聞かないと気まずくないですか。なんとか業界だよとか言うと、あそうなんや、うん、ってなっちゃいますあと僕はベンチャー行くんで枕言葉つけなきゃいけないですよ。ベンチャーでコンサルのホニャホニャっていうところに行くって言わなきゃいけない。あ確かに、企業名だけで伝わらないってことね。そうなんですよね。さっきマウントの話あったじゃん、はい、内定先で定、まあけど内定先でマウント取ってくるやつ、まあ、いないっちゃいないんですけど、うん、会話しててめっちゃでかい企業内定しましたって言うと、その人が急にすごく見えるみたいな、この人すごい人だってなりますね、それだけで。うどうしてもなっちゃうよね、はい、全然本質じゃないんですけどね。だって私もなるもん、同期とかダイアリーのメンバーも全員もう、うん、就職してるわけじゃん、みんなすごいなってのも脳死で思ってる節はある、正直、うん、けどそれだけが全てじゃない。いや本当そうですね、頭ではあるよね。確かに今言ってたけど、ダイアリーの先輩と自分比べちゃうみたいなのは、まあ確かに分かる、ちょっと分かるかもしれない。他の人だったらサークルの先輩ととか、うん、比べちゃったりする節はあるんだろう、ね、いやなんか特に星さんにめっちゃ面接練習させてもらってたんで、いやちょっと浮かなくすいませんみたいな感じは。確かに、いやなんか対策してもらった人に申し、あの落ちちゃったら申し訳ない気持ちはありますよね、うん、申し訳ないと思うことって別に本質ではなくない、うん、本来申し訳ないってそんな思わなくていい。あスタンスとしてはこっち側はそうですね、これからの俺の活躍を見ていてくれっていう。あ、そう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 、あなるほど、そういうスタンスで多分やっていけばいいじゃないか、うん、その時間が無駄になるわけじゃないから、うんうん、だから感謝の気持ちとかすごい大事。そう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 、ありがとうみたいな、うん、まあ、
とりあえず就活は自分の中で納得する形で終わったんで、まあ、あとこの残りの期間使って今までできなかった経験とかなんか面白い経験をして社会人になりたいなと思いますね。残りの最後の夏休みみたいなもんじゃないですか、うん、学生時代にしかできない経験とかを、はい、ね、いっぱいしたいなと思いますね。キジオン君そうですね僕も納得して、はい、泣いていただくことができたので、まあ、ここからはちょっと僕英語苦手なんで、うん、はい、英語めっちゃ勉強しようかな。いいね、素晴らしい。 TOEIC の点数が悪いのでちょっとそこは何点目標、そうですね、800取りたいです、ね、OK 頑張ろう、頑張っていこう、頑張ります、はい、英語英文とあとは頑張って今の中学3年生の受験に合格させるっていうところ、先生としてのところも全うしつつインターンやって、まあ、うん、そうですね、今やらなきゃいけないことをこなしながら成長していければなと思います、うん、はい、素晴らしい、素晴らしいです。最後おすず、はい、私は、まあ、まだ内定がないから、まあ、とりあえず一旦納得した進路に進めるようにちょっといろいろ就活であったりとか自分のやりたいことを挑戦してみたりとかいろいろ頑張りたいなと思ってます。またちゃんと決まったらまた報告します。今日は任用卒座談会っていうことで普段だったら聞きづらいこととかもあえてずかずか聞いたんですけど、まあ、動画を皆さんこんなに開示してくれてありがとうございます。ありがとうございます。これ見てくれた方が少しでも共感してくれたりとか、あ、自分もこんな風にみたいなね、何らかしらの形で受け取ってくれたらすごく嬉しいなと思います。まだ私と同じでね、泣いてない子もまだいると思うし、まあ、泣いてあるけどまだ納得した泣いて取れてない子もいると思うから、そういう子はこれからも一緒に頑張れたら嬉しいです。不安になることもたくさんあると思うし、落ち込むこともたくさんあると思うけど、もう私も頑張ってるって気になって一緒に頑張れたら嬉しいです。いや、心強いよね。だからなんか悩みとかあったらコメント欄に書いてもらって。公式 LINE に流してくれて。公式 LINE にも言ってもらって、悩み相談とかやってるんで。はい、ということで今日も見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃらん。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。